どうも、べーちゃんです。今回はクロスセイバーの前にですね、前回前々回の動画でやり忘れたフォームが2つほどあったので、そちらの方を先にやっていきたいと思います。1つ目はこちら、10章でカリバーと戦闘中に変身した最優ドラゴンです。2つ目はこちら、24章で暴走状態になっているセイバーが助けに来たリンタロウからライオン戦機を奪って変身するプリミティブドラゴンライオン戦機です。そしていよいよクロスセイバーのおさらいです。クロスセイバーは使うブックによってフォームが異なる得意な最強フォームです。覇王拳クロスセイバー。はい、ではこちらからね、いきたいと思います。まず簡単に説明をすると、こちらの覇王拳クロスセイバーは38章で仲間の聖剣11本を一つにまとめて誕生した聖剣となります。ものすごくざっくりとした説明ですいません。はい、では変身の方ね、いきたいと思います。こちらね、大気音もね変わってるんですよね。次はこちら、クリムゾンドラゴンの3冊で変身するクリムゾンセイバーになります。次は40章でブレイブドラゴン、ライオン戦記、ランプドアランジーナ、友情の3冊で変身するフィーチャリングセイバーです。
次は、残念ながら本編には登場しなかったんですが、ハイブリッドセイバーという、玩具にはある変身があるのでそちらをやっていきたいと思います。最後はレジェンドライダーのブックを使っても特別な音声が鳴るのでそちらをやっていきたいと思います。はい、というわけで、クロスセイバーのおさらい変身はこれで終わりになります。ついこの間ね、最終章を迎えて、最後にね、新しいブック、ワンダーオールマイティーワンダーライドブックが誕生してね、それもね、プレミアムバンダイの方で受注開始っていうことになりまして、予約の方はさせていただきました。はい、なのでそちらも届いたらまた動画にねできたらしていきたいなとは思っておりますので、最後まで見てもらえているのかは分かりませんが、そちらの方も順次やっていきたいなとは思っておりますのでよろしくお願いいたします。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。